はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、皆さん多分タイトルとか見ておやおやって思った方いるかもしれないんですけど、トライアングルさんシリーズ2つやるんですかと、はい、思われた方もいるかもしれません。あの久々にね、あのまあ僕シリーズっていうか、100日サバイバルっていうのをやってるんですよ。で、少し前まで僕2つシリーズやってて、まあ、それを並行してやっていくみたいな感じだったんですけど、祝かわかんないです。皆様にとって祝かわかんないですけど、これからちょっと鬼滅の刃の動画を増やしていきます。1日の鬼滅の刃2本とか出していこうかなと思っているので、まあ、それだったら、まあ、シリーズを1個増やしてもいいのかなということで。で、もちろん、前と違ってって言ったら失礼ですけど、ちゃんとやりきります、すべて。はい。やりきるんですけど、今回、やっていくシリーズというか、今回ね、あの、よりいち、今、100日サバイバルで、ハードコアですね。よりいちで、無惨様を倒せるかっていうのをやってるんですけど、じゃあ、鬼側で、最強の鬼の王になって、無惨、さらによりいち、倒していきたいなと、思う所存でございまして、今回、鬼の王になりたいと思います。今もう進捗初期ですね。で、太陽の克服のみしております。はい。太陽の克服しているので、鬼の血を、今飲んでも、もうサバイバルにしちゃって大丈夫だね。はい。まあ、一応説明は、村とかちょっと探しながら決めたいと思います。はい。で、こうして、今血を飲んでも大丈夫と。はい。克服しているので。そして、今回、これ、鬼の王の触手。これですね。防御。プラス12ということで。で、さらに Z ボタンで、このように、スペシャル技を打つことができます。これは、日輪刀の呼吸。まあ、例えばこれ今、火の呼吸を打った後に、そのまま、Z ボタンで攻撃することもできると。で、このように、今のところこれですね。この状況。だ鬼の王です、現在。鬼の王って、まあ、日輪刀、炭治郎の日輪刀を持っているので、この状況で、もちろんハードコアですね。ハードコアで、より1。まあ、無惨と鬼の王はもう通過点みたいな感じでいきます。なんて言ったって血飲むので。はい。血を飲むので、それは通過点にさせていただきます。その代わり今回、鬼の王ということで、もちろん、最初から鬼状態なので、進捗が、これ上がりません。残念ながら。ここだけ上がる。日輪刀持った時だけ。だこれですね、今回は。このサバイバルに関しては。だから、血をいっぱい飲んで、柱稽古もすべて達成させて、より一には、殴り合いも行きたいんですけど、これね、一応衝撃は弱。これも一応、鬼の王の技ということにさせていただきます。はい。この衝撃弾とかね、エネルギー弾、これとか、まさしく、鬼の王の技なんですよ。だからこれも今回この血気術も使うんですけど、この衝撃は強。今使ったら多分僕死にます。死ぬんで使えないんですけど、この衝撃波を今日打つことによって敵の動きを止めることができるんですよ。ということは、より一にこれを使えば勝てるのではないかという、はい、ことで、ちょっと今回、これも使っていきましょう。で、骨血帰国も大切だね。この骨血帰国、これを使ったり、炭治郎の、まあ、炭治郎とか鬼の王の、日輪とも使いつつ、今回は、鬼の血を集めて、より一、無惨と鬼の王は鬼の血をいっぱい飲めば飲めだけ勝てると思うからな。今回黒刀でもあるので強いんですよ。この日輪刀が、この炭治郎の日輪刀が。だから結構いいとは思うんで、透明化はいるな。で、玉代さんに一応、そうだね。これで、OK、無惨の呪いを解除していただきましたと。で、今回、まあ、無惨様とか、コメント欄の方で、無惨様に勝てる方法って、なんかありませんかって前動画で聞いたと思うんですけど、その時に、ナギ。ギユさんのナギが、無惨様の攻撃跳ね返せますよっていうコメントがありまして、まあ、ちょっと鬼の王なんですけど、ちょっと仕方ないっていうかね、どうしてもやっぱり勝たないといけないので、ナギだけ、もちろん、見つけてね、見つけたらナギを使用可能にしようかなと。はい、思います。申し訳ございません。だから、陽光山で、ナギって、普通の色の水じゃ出ないんですよね、もちろん。義勇の日輪刀じゃないとナギは使えないので、だから陽光山で、高純度な日輪刀の鉱石をゲットして、鋼塚さんに交換してもらって、義勇さんの刀をゲットする。これが一番、まあ、楽な方法だと思うんですけど、まあ、それか、義勇さんを倒して、低確率でドロップ。まあ、でも一番は、これ待って、これ無限列車に囲まれてるんじゃない？来た、これはもしかして煉獄オーテイ
イ。いやでもあ、まあまあ鉄ダイヤゲットできるから嬉しいな。これは普通に嬉しいぞ。あったあった、こら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 、これですね。この鉄ブロックがありがたい。これ使っていいの？うわー待って、マジか、これそう無限列車じゃん。まぜ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 、待て、でもここで進捗をあえて一気に上げるっていうのはありか。ありだねこれ。待て、まず落ち着け落ち着け、一回落ち着いて、まずヘルメット作ろう。防具はそうだね、鬼の血も3個飲んで、そしたら鬼殺隊に勝てると思うんですよ。これちょ、ここで上げるか、がっつりまでいかないけど、ちょっと上げましょう。あ、いいねいいねいいね。で、炭治郎のか黒血鬼局どっち使おうかな。それ悩みどころだな。できれば善逸炭治郎伊之助誰かを倒したい。これ無限列車で、やばい緊張する。これ多分強いと思うんだよ、黒血鬼局。いやでもなー、日の神神楽も強いんだ。あー、そう、仲間だ仲間だよね、僕たちは仲間でござるよ。びっくりしたでござる、すまないね。さあ鬼殺隊よ、出てきてくれたまえ。でも別に鬼殺隊出てきたところであれか、炭治郎伊之助善逸たちを倒さないと意味ない。鬼側からしたら正直、プチュチュプズイさん、ウズイさんだ、逃げろ。あー、地獄になった地獄になった地獄になりました地獄になりました、逃げます。これダメだ、無理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 、ちょっと待って、まずはじゃあここでやるべきじゃない、洞窟だよ洞窟。でもな、進捗1個あげたいよな。待て、あ、待て、ちょ、君じゃない、痛い、待って、全員いる。これさ、エネルギー弾で、エネルギー弾、うわー相手にされてね。ちょっと待って、おつけ、大丈夫、これいけるぞ、全員勝負だ。今彼は手鬼に、ほらじゃあ、しまった、手鬼すまね、やべ、俺は仲間をやっちまった、助けてくれ。いや、今だ、すまね、おら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 、危ない、当たってる、よしよし、いける、って、どうする、大丈夫、このイカ鉄の神じゃない、よし、いいぞ、いける、当たってる、ちょ、当たってる、あ、なんで当たってる、当たった、いいぞ、これ、霹靂戦だから距離が足りない、多分、ほら、炎イカ鉄の神だととんでもない火力だけど、これいける、よし、周り見て、ちゃんと周り見て、よし、いいぞ、とどめだ、善逸、終わりだ、さらばだ、やばいよー、痛いけど意外と大丈夫、さすが鬼の最後は、いやー上限の、しまった、スペシャル技打つの忘れてた、 Z 技っていうか Z ボタン、オッケー、これでナタグモ山、あれなんかほら、サギリ山と一緒になんかナタグモ山ありそうじゃない。ちょ、ナタグモ山行こう。あ、でもな、ナタグモ山まだルイ君に勝てないから、まずは血集めか。お、あ、いいんじゃない、これいいんじゃないの、これ広いよ、広いけど広いよ わかんないよ、広くないよ、あだらしない声出たな今、自分で嫌になった今、やだよこんな動画編集したくないよ、だらしない声今聞きました、皆さん今、ああもうやめて、本当にみそじのあーとか聞きたくないでしょう、皆さん聞かせるな、そういうところ、そういうとこだぞ。お、血です、ありがとうございます。なんとなく入った洞窟に血があると嬉しいですね。これで2個、よし、いいぞ、そう、どんどん血を集めていけ。そしてこの洞窟はもしかして深い、来た、深いぞ、トライアングルさんの坊ちゃんが出てきました。あ、血やった、いいんじゃない、どうした、社会という名の荒波に飲まれておるのか、僕も今そんな感じだ、人生。そういえばなんか、ごめんなさい、あんまり普段こういう雑談しないんですけど、なんか結構質問来てたんでちょっとこれ返しておきたいんですけど、トライアングルさんって YouTube 一本でやられてるんですかってコメントをすごい見るんですけど、僕は普通に今働いてますはい、朝の6時半から夜の7時まで働いてます。夜の7時から深夜の2時まで撮影して編集しておりますトライアングルです。警察犬訓練士やってます。あー、だいたい行き止まりかな。いやでも血を5個もゲットできたから、
悪くはなかったかな。でもできればもっとダイヤぐらいの深さまで、大丈夫だね、うん大丈夫だね、ダイヤぐらいの深さまであればいいんだけど、どうかな、こっち、おーちん、ありがとうございます、心の底からのありがとう。よし飲むか、そろそろ飲んどっか、クリーパーになんか瞬殺されるのが一番怖いから飲んどこう。私は今からルイ君に挑もうと思ってるんですが、早いと思いますでしょうか。早いかな、一応布団でね、寝ることができるので、夜にすることができるんですよ。一応100日ハードじゃないから、まあいいかなということで一応夜にしますが、これ早いかな。まだでもチーどんだけ飲んだ、玉代さん邸で3個飲んで、で洞窟で5個かなんか見つけて、でまあ10個くらいは飲んでるし、かつこの炭治郎のこの日の神神楽と無惨様のまあ技と、さらに防具もプラス12とか、防具もしっかりしてるから勝てると思って私は行きます。はい、今回はちょっと日の神神楽使ってこう。あ、待て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 、お父さんいる、お父さんは絶対倒す、待て待て、君たちまずは君たちいなくなってくれたまえ、ちょご飯がいる、ご飯もらって、待てこれお父さん倒したい、なんでかっていうとお父さん落とすんですよ、この頭で防具プラス5なんですよ。いや絶対いる、勝負だ、ちょっと待って、その前にご飯を食べさせてくれないか、よろしく頼む、ありがとう、行くぞ、お父様勝負です、お父様来いよ、行って、怖い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 、でしかもこれでルイ君に勝てるかどうかなんとなくわかる、うわー、大丈夫大丈夫、落ち着け落ち着け、大丈夫、あとは殴れ殴れ殴っていけ、おらどうだ、落とせ、落とす、落としてねー、殴らない、まだいるではないか、よし勝負だ、じゃあ何で行こうか、じゃあどうしようかな、いた、何、まあ、いや行こう、行くぞ、お父様勝負です、おら、よしよし、大丈夫大丈夫大丈夫、アンパンチは全然効かない、おら、さあ次これで31か、もう一発ぐらい突き、よー、ああ倒しちゃった、ダメなんだよ、通常攻撃で倒さないと多分落ちないからな、いやでもこれルイ君いけるってことがなんとなく分かったかもしれない、多分さすがにお父さんに、お大丈夫か、重いぞ、お父さんにこんだけ余裕で勝てるってことは、ルイ君に勝てるんじゃないかな、あ、いた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 、待て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 、いた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 、いや、勝てるかな、いや、でもさっきのお父さん見てると大丈夫だと思う、さあ、頑張りたまえ、ルイ君、ルイ、いけ、鬼殺隊頑張れ、よし、ある程度ダメージ与えてくれたね、よくやった、行くぞ、勝負だ、ルイ君、いた、あ、終わった、ああ終わりだ、もう一回パート2でもう一度やらせてください、お願いします、そうかこれダメか、やっぱりハードだと、いくら鬼の王といえどもやはり水の音にもなってなくて、鬼の血9個とかじゃ10個じゃ無理か、わかりました、すいません、改めましてごめんなさい、パート2でちょっとしっかりもっと血を集めてルイ君に挑みます、ごめんなさい、いやこれ最初走らんだった方がいいかな、これよりいち本当に倒すんだったら、ちょっとこれコメント欄見て決めます、一応鬼の王でもなんだろう、一応人間扱いにはなるんで、血鬼術じゃなくて炭治郎の日輪刀でまず柱になる、すぐになるべく早めにで柱になってから血を飲んで鬼の王となる、もしくは最初から鬼の王になる、あの今の形式で血を集める、じゃあよかったらコメント欄の方にどちらがいいか書いていただければなと思います、すいませんでした、もう一発ダメージ受けたとき、あ、これ負けるって思った。ルイ君やっぱ、てか、ハードコア強いな、鬼滅ハードコア。
多分お父さん強化されてないから余裕だっただけであって、ルイ君は多分あのアップデートで強化されたキャラクターだったので格段に強くなってるっていう感じだと思いますね。はい、ということでちょっと今回はやられてしまったんですけど、パート2でリベンジというかまた続きやります。ぜひ見ていただけると嬉しいです。ということで、じゃあお疲れ様でした。今後ちょっと鬼滅の刃のね、更新をかなり増やしていこうかなと思っております。はい、アニメも第2期も12月5日ですね。もうあとどうだろう、1週間ぐらい2週間もない1週10日間ぐらいかな、もう10日もないですね、多分もう1週間ぐらいだと思うので、まあそこも楽しみにしつつやっていきたいと思います。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ、ごめんなさい。